えー、はい、笹原です。もう一つ、あの、今、ひょいと思いついたんで、まあ、自分のための動画みたいな感じで喋らせてください。リスプの話ですななんでこうリ、リスプにずっとハマってるのがね、もう、かれこれ40年ぐらいのリスプとの付き合いになりますけれども、未だに飽きないんですよね。で、あの、まあ、いろいろとあるんですけども、その、前にもなんかちょっとしゃ,しゃったのを思い出したのその、 えっと動的片付けだから、まあ実験的にちょいちょいちょいとやって、あいけねまずった、じゃあちょいと直してみたいな、その、気やすさがあるというのは、あの意識して、あそうだなぁと思ったんですけれどもで、今回もあの、並列作ってあの、なんでなんでって、チャット GPT 相手にして、どハマりしてるんですけれども、これもやっぱり、ね、リスプの楽しみさなんですよね。あのー 私はこれを使って何か具体的なウェブアプリケーションを書こうとかそういうのっていうのはまた興味がなくて、えー、とど,どうやったら高速化するんだろうなんでこの計算こ,こうなんだみたいな方に、あのー、興味がいってしまうので,でそうするとあのリスプっていうのはもう極限まで単純化されてる言語の仕様なんですよだいたい S 式なんていうのはもうパスをあ公文解析なんかほとんど なくでも、OK、みたいな感じだし、事件的に何かコンパイラー作るのもちょいちょいだし、えー、で、その仕組みが単純だから、あの、まあ、今回の並列も、何回で2週間かそこらで、並列コンパイルまでできちゃったしね、こんなに日曜日とあまりして、12時間、13時間ぐらいぶつづけてコードあの修正してましたけれども。えー、とあの 楽しかったんですねでこう極限まで単純化されてるってのがそのリスプの無力の一つなのかなと思います。単純化してるからちょいとこう改良を加えたり手を入れたりするのができちゃってで今回の並列なんていうのもこれが何ですか Python みたいなのにこうやるとすると言語構造を下手すると だいぶ変えなきゃいけなかったりなんかするから大変なんだと思うんですけども、こう並列できちゃうんだよね。あとその、まあリスプっていうのが基本的に関数型で、まあアイロスみたいのもあって、オブジェ指向にもなるしみたいなことなんですけども、えっと関数型でかけちゃうんで、 それもまたいいところですかねこれ Ruby みたいなあのオブジェクト指向型になってくると並列っていうのはかなりきついんじゃないですかね。笹田さんにあったで聞いてみたいな Ruby で並列にやろうとするとオブジェクト指向だからねなかなかこう制約がいろいろきついんじゃないかなと思うんですまあが。あのリリスプ の,のあの面白さっていうのはですねこの極限まで単純化されたこの、まあ、確かに見た目最初見た時 s 式ねなんだか <laughs> こ,んなもんこれプログラムと言えるんですかねみたいな感じなんですけどもこの単純さがゆえにですねいろいろ計算で実験ができてしまって結構お手軽に計算実験が今回の並列みたいにねできちゃって、えー、楽しめるってところがいまだに40年付き合ってるけどリスバーキーよなっていうところですかね、えー、改めてなんかそんなの自分であの自分で感動してます <laughs> <laughs> あのリ,リスプはだからなんだろうねまあコンリスみたい好きな人はあれで何かアプリケーションを作るっていう風に燃えてる方もいらっしゃるかと思うんですけどもあるいはクロージャーみたいにねあのウェブアプリケーションを作るのはあ,のあるんだと思うんですけど私みたいのは、えー、っと計算実験してなでんで こ,こうななるのかな <laughs> とかとそういうのが好きですね。だから、あの M ・ヒロエさんのところのページなんか非常に楽しみにしてましてね、ああ、こういうアルゴリズムがあって、ディスプで書くとこうなるのか、あ、えー、あ、それでこう,こう高速化するんだね、すごいね、面白いね、みたいなね、そ,そっちですかね。 あのしばらく前にあの、えっと、バーで知り合った、ね、職業プログラムの人ってすっげえめっちゃくちゃ頭のいい人であのいろいろとしつこくいろいろと聞いたんですけどその人に、ね、笹川さんってあの極めて理学,系何あの理学部的な発想する方ですねって言われたのは今でも覚えていてあの発想があのどっちかとそっちみたいで。あの 工学的に考えるんじゃなくて理学的に理屈的にこうなってないとおかしいよねみたいなところでやってるから食料プログラムの方からするとね、えー、あの方あ小林さんって言ったっけなすげえめっちゃ頭のいい人なんだけどあのちょっと計量が変わってるみたいなねいろいろアドバイスもらったりなんかしてましたけ転勤でもうお会いできなくなってな何年も経ちますけれどもね。はい、ということで雑談でした。 お仕事入ります